世界一のポップアーティスト、松下進さんをゲストに迎えましてですね、お話しさせていただきました。まあ、だいぶ、いや、聞きたくないこと言ってる人もいますよ、中にはね。ああ、もうちょっと時代遅れかな、とかね。あ、それ俺が言ったの。え？いや、違う違う。いや、でもなんかどっかで見ましたよ。なんか俺のにちょっと似た臭いけどな、みたいな。似た臭いって言うの。似た臭いじゃねえか。これな、もうちょっと真似すんだとうまく真似してくれよ。波動拳。皆さん、こんにちは。日本を元気にしたい YouTuber、小本しきです。今日はですね、かの有名な、イラストレーター、キャラクターデザイナーかな、白髪のおじいさんかな、松下進先生をですね、お呼びしてですね、いろいろキャラクターデザインの世界、デザイナーの世界のお話を聞いてみたいと思います。ちょっと楽しみにしてください。いいなぁ、先生、久しぶりだな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。お久しぶりです。本当もう15、6年ぶり？そんなに離れてない。そんな離れてない。僕がマレーシアに移る前に、うん、一緒に物件探し。物件探し。付き合わされてね。付き合わされて、いい日本語だな。いい日本語。ありがとうございます。いや、なるほど。楽しかった。いろんなとこ見れて。あの物件に住んだんですよ。そうでしょ？なんか見てて、あ、結局あそこなんだっていうね、そうそう感じで。住んだ、あそこに住んだんですよ、うん、結局。はい、あれで見て、これいいやん、俺ほぼほぼこれに住むわって言ったら、あれほんまに住んでしもて。うん、まあ、でもそんなんで、あそこに住んだんですけど、まあ、そんな、松下進先生とですね、はい、結局6年ぐらいやったんですかね、あれ。ラジオと旅番組と合わせてね、何、うん、やかんやいて一緒に遊んでましたね。ね、岡本氏はちょっとそこまでって言って、タイトルで。もう全然普通に今日いつもパスポート持ってこいって言われてるんですよね。で結局空港は行ったけど外国には行かないみたいな。行かないとかグアム行っちゃったとか、うん、だからすごいんですよね。急にいきなり言われるんですよね。今日は何泊だとかだけ言われてて、そうで寒いかも暑いかもしれないのに何泊だもねえよね。だから服なんかも何持ってっていいか分かんない。そう、水着は持ってこい言われてますもん。いつも水着は必ず持ってこいって。いろんなとこ行きましたね。本当一人でいたら絶対行かないもんね。僕が学生の頃、僕デザイナーを、目指してたんですけど、うん、先生の、絵の描き方みたいなのが、イラストレーションっていう当時の本で、月刊誌で特集されてて、はい、2冊買ったんですよね。2冊。保存版と見るのと。コレクターかっていう、ね。コレクターじゃないけど、ずっと見てると、やっぱボロボロになっていくじゃないですか。うん、しかもこの、ね、その読む回数も多いし、うん、あれは難しいこと簡単に言ってたな。ほら今はさ、ビデオやら何、うん、やらね、それこそ YouTube だなんだってこう見れるじゃないですか、実際にやってるところ、うんうん、やっぱりね、その言葉、まあ文章にしてね、しかもその写真割りでね、説明するなんてできっこないでしょ、うん、ちゃんとはね、うんうん、でまあね、器用なおっさんですね。当時は器用な兄ちゃんですね。フリーハンドで、あの線にフィルムだけを切って、紙に傷を入れずにデザインカッターで切ってましたよ、先生。そうそう、やってましたよ。そのいわゆる今話してるのはエアブラシを入れる際におけるそのマスキングの話です。マスキングの話、そうそうそう。はい、うっすら切ったらフィルムが切れないわけよ、うん。で、変にフィルムがピッと端っこが残ってたりするときあるわけですよ。これはね、実際にね、やったことがある人じゃないとわからない。でね、残ってるわけ。残ってると、剥がそうとすると伸びちゃったりして、もう次にょっと使えなくなるんですよね。で、ちょっと強めに行くと、あそこに切り傷が入って、盛り上がるんですよね。うん、そうです。紙に盛り上がった時、インクが溜まって、撮影すると影ができちゃうんですよね。できますね。これが、このおっさんはですね、その若い頃から完璧にこなしてるわけですよ。あの技術をね。うん、あれ、今だから明かしますけどね、うんうん、普通のそのマスキングシートとか、フィルムじゃなかったんですよ。僕実は使ってたものが。うん、マスキングペーパーつって、しかも結構な厚さがあったの。どこでそれを見つけたかっていうと、うんうんうん、たまたまハリウッドの方にね、うんうんうん、その取材があって、うんうん、で行った時にほら、向こうはビルボードって大きなこう、看板がある。はい、はい、はい、はい。で、あれは昔その写真とかよりも、実際にそのペインティングで描いてるものが多かったんですよ。うん、なるほど。で、なおかつそのエアブラシ使ったりしてね、写真のように描いてるっていうのがあって、うんうんうん、そこのね、工場にね、見学に行く機会があって、はい、でそこでね、なんかこんなでっかいロール紙がね、うん、バーって積み上がってるわけですよ。何、うん、だろうと、ちょっと剥がしてこう触ったらね、糊がついてるんですよ。うんうんうん、ね、うん、で、これ何使うんだろうと思ったら、それがマスキングペーパー。ペーパー。うん、なるほど。
で、僕はそれを輸入したんですよ。で、リードペーパーみたいなのって日本の布のりみたいなのがついてるから、紙の逆にこうくっつけた後にこう上から、例えば鉛筆で書いたりとかってことはあんまりできないですよね。うん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 、ところがね、そのマスキングペーパーはね、シャカシャカ書けるんですよ。なぬー。だから、マスキングペーパー貼った上から下絵が書けちゃうわけ。なるほど。それを上からこう綺麗にカットできるわけです。なんで何十年前に教えてくれなかったの ?40 年前に。それだけどほら、ちょっと実現性がないから、皆さんに教えたとしても。紙は買えないものなんですか？やっぱりそれはちょっと秘密のこうルートをね、うまく使ってこう仕入れたんです。まあちなみに今の子らはそんな全く努力しなくてもいいね。コンピューターでペッ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 って、ね、箱の中でね、できちゃう、ね。チャッ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 ってやったらできますからね。超簡単に。僕らとはまた時代変わりましたね。変わりましたね。全くシュッシュッシュッ。あれさ、エアブラシ、この、玉が出るときあってさ、こっちがシュッ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 って練習してさ、オッケーオッケー、プッ、なんでだよっつって。あれで終わりですもんね。そうですね。あれでね、一撃で。あら、ひどい時代だったな、イラスト描くの。まあだけど、そういうほら、なんていうのかな、緊張感っていうかね、よく言えばですよ、緊張感ということに変えて言って、そのスリルが楽しめたら、これはこれでね、楽しかったんですよ。楽しくはなかったな、俺。吹き出したら、ぽって玉が出たら終わりだと思ってたから、いやー、緊張してましたね。日本で、エアブラシを使うイラストを描いて有名になった一番最初の人。はい、いや、僕じゃないでしょ。エアブラシで有名になった人っていうのは、多分山口晴美さんだと思いますよ。あ、そうですか。春子の、広告のね、一番の女性の絵を。わかった、わかった、わかった。あのね、僕の方がね、多分エアブラシをね、始めたのは僕の方が先だと思うんですよ。うんうん、でも、メジャーになったのは多分山口晴美さんの方が先じゃないかな、少し。先生の絵は、ポパイからですね。そうですね、ポパイで、はい。ポパイで拾っていただいて。あの雑誌に、ポパイね、描いてたよね。ポパイも描いたし、まあ一番最初は、あれなんですよ、野球のね、メジャーリーグの特集で、それでその表紙を。いやー、先生ねばっかり見たな。見たい、見たくないにかかわらず目につきましたよね。そうね。どれぐらい描いてたんですか？その週にどれぐらいとか。だって、週刊誌のとかいっぱい持ってたじゃないですか。やってましたね。週刊産経っていうのもやってた時代があって、うん、毎週、まあ一回ですよね、当たり前ですけど、週刊誌だから。それもやってたでしょ。で、まあポパイもやって、ファミ通みたいなのも後から出てきて、ヤングジャンプみたいな。ファミ通みたいなのもって言わないで。いや、今でもファミ通さんはね、ファミ通やってますけど、ついこの間も表紙いただいて、はい、すごかったな。やったばっかりですけど。すごかった、本当に。いや、自分でも、とにかくあとはその単行本のカバーとかね。ああ、なるほど。あとそれこそゲームのパッケージ。ゲームのパッケージ、嫌そうに言うな。そうですね。ゲームのパッケージはね、僕ね、本当に、僕はね、だいぶね、工場委員会だったと思うんですよ、うんうんうん、だって質が最初のうち本当に悪いけどこんなこと言うと知ってる分かってます僕も業界にね、うん、あんまりこうさ魅力的なパッケージってなかったじゃないですか、はい、ダビスタでしょあとそうダビスタリオン違いますダビスタリオンももちろんそうですけどあれも売れてたもんな売れましたついこの間もまたやったんですよあそう任天堂スイッチ用の今度ダビスタが出ますからあとスポーツチームねまあ野球だったらオリックスまあ、今ちょっと変わりましたけど、ブルーウェーブの時代ね。X ブルーウェーブのキャラクターね。イチローがいる時代の。イチローとかいた時代。いた時代のね。はい。AM、PM。AM、PM、はい、うん。そうです、ね。ガンバ大阪。はい。ヤタガラス。はい。全日本サッカーの日本代表の。はい。ピンキリなんでしょいやらしい話ですけど、これ。いや、だから、要はほら、僕らの仕事ってさ、一業種一社みたいな、あれがあるでしょ、規定。っていうかね、ああ、なるほど。だから、ジャイアンツやりながら、カープやるわけにはいかない。いかないでしょ。そうそうそう。で、例えば、じゃあ、全日空の仕事を受けました。うん、じゃあ、JAL のちょっと仕事はできませんみたいな。なるほど、なるほど。あるわけですよ、ねうんうんうん。キャライメージがあるからね、先生。特に濃いから、キャラが。そうすると、うん、そんなにこう、ほら、ここやってるからもうこっちはできないですよね。こっちのちょっとした仕事しちゃったおかげで、うん、次のすごい大きなこっちの仕事ができないとか、もうそんな。だから、そういうのがあるから、ちょっとこう、いい感じで。っていうことも含めて、やっぱりね、そういうところまで、どうなんでしょうね。でも実際はそううまくいかないですよね。アート作品として、うん、ね、まだ認められる職業なので。そうですね。やっぱり手書きのものでね、アナログで、やっぱり原画で展示したりとかね。うんうん、原画は原画でやっぱこう、違いますね、見に行くとね。違います、ね。直で見るとね。違います、ね。それが、並んでるのやっぱすごいですよね。あガガガガッとあんだけ。
やっぱり個展やった時にいいことっていうのは、やっぱり直にそういう声が聞こえる。ああ、そういうことか。うん、先生、やっぱすごいね、直で見たらってことは言ってもらえると。それがやっぱり嬉しいですよね。励みになりますよ。後々ね。うん。うん、まあ、だけど、いや、聞きたくないこと言ってる人もいますよ、中にはね。ああ、もうちょっと時代遅れかな、とかね。あ、います?いますよ。あ、そう、俺が言ったの。え?いやいや、違う。時代遅れだなっていうのは、でも確かに言われるなと思って、うん、だって前のやつだもん、何十年も前のやつ。だからそれはしょうがないでしょ。で、仕方ない、その時代に書いたんだもん。うん、そう、しょうがないです、ね。やっぱりそれは。でも、いいものはもうちょっとあればよくなります。中途半端なんですよ、うん、古さが。まあ、いいことです。でも、そうじゃないですか。中途半端って骨董になってないんです、まだ、うん。そうね。うん。骨董って100年からですからね。うん、先生まだ生きてはるし、もしこれ先生が亡くなってですよ、うん、もうこれ100年経ってたらとするじゃないですか、これもとんでもない価値ですよ。そうですかね。そうそうです。その時代を作った絵で、その時にこういうやつがあってってみんな知って、知ってるとかって言うわけでしょ、みんな、うん、それがそこに原画があるって言ったらみんな見に行きたいですよ。そうですか、うん、これ200年経ったらまた、うん、まあ、そうなりたいですけどね。その時に生きてるのはやめてくださいね。いやでもこうやって何十年40年以上ですね。もうかれこれ50年近いですね。50年近い、はい、50年近くずっとこう同じようなテイストじゃないですか、うん、変わんないんですよね。いやそうに言うな。本当に同じようなテイストでずっと描き続けて、ね、ただ結局昔よりもなんかね、技、うん、磨かれてるんじゃないですか、うん、それはまあやっぱりね、鉛筆でこう描いてるスケッチにしてもないですね、うん、やっぱりこう密がちょっとね、皆さんにその鉛筆の絵がちょっとここに今出てるかとかちょっと分かんないですけど、あれはいいですね。あれは鉛筆画用に描いてるんですか、それとも、あ、最近はもう鉛筆画用に描いてるっていうことが多くなりましたね。まあ、僕もちょっとねデザインをかじった身なんで言いますけど、あれ描けないですね、正直言いますね、うんうん、エアブラシで仕上げた原画をね、うん、まあ、前に何回か展やった時に飾っといて、うんうんうん、で最近の人たちってやっぱり CG のアニメーションにしても絵にしても慣れてるから、うんうん、あんまり変わって見えないんですよきっと、うん、エアブラシの質感のものとその CG の絵とね、で中に数点その鉛筆画を飾ってたわけですよ、うん、見ましたよ、ね、僕も、はい、とそこで立ち止まってじーっと見入ってる人の方がね多かったわけ。これはもしかしたら、うん、鉛筆画の方が皆さん興味があるのかなと思って、うん、まあだからちょっと前に やらせていただいた時も割と鉛筆画を多く並べるようにしたんですよね。そしたらやっぱりなかなか動かなくてね人が。驚きますよね。あれだってほら自分らが小学校の時から使ったと同じ道具だもん。そうなんですよね。あの道具であれはできないもんね。っていうのは。あれね、あの幅で均等に直線が引けるっていうのが不思議。普通にほら、1000円ってコンパス使ってこう書くじゃないですか。うん、こうフリーハンドでこうやって、だいたい僕1000円書けますからね。うん、で こっちからこう書いて。参考にするなよ、ま。でも絵ってやっぱりこういろいろやっていくと、その曲線っていうかその円をね、いかにそのカーブをこう、なだらかに綺麗に書けるかなんですよね。もちろん直線はその中入ってますけど。はいはいはい、僕よく言うんだけど、うん、絵が好きですっていう子がね、まあ絵見てくださいって来るじゃないですか。うんうん、で言ってる子、まず見て、ああこの子はまだちょっとちゃんと卵もかけないっていうかね、そういうふうなものが見えるから、うん、こういう形だけちょっとこうね、うん、手を使って描く練習をした方がいいんじゃないのとか。描いた回数ですよね、うん、描けないんですもん。そうなんでしょうね、うん、あとやっぱりもう紙と鉛筆で描くっていう作業がね、うん、みんなどんどんなくなってきてるから、うん、若い時3D をやっている人が少ない中で自分が食っていくことができる。でも、うん、年をいってから自分の 3D の絵が他の若手よりも優れてなければいけないっていうところに踏み込んだ時に価値がないですよね。あ、勝たないんじゃないですか。そうですね。なんで将来そのリーダーになりたいんだったら、うん、よっぽどコンピューターが使えるか、うん、よっぽど絵が描けるか二択にしなきゃダメだよって言ってるんですよね僕、うんうん、昔アキマンって安田明っていう僕と一緒にやってた本当に天才だと思ってるイラストレーターがいてて、その子が二十歳の時にイラストレーターを目指してる子がいっぱいいると、30になってもまだそんなに減ってないと、40になってもだいぶいねえと、50になってもほとんどいないんだと、60になっても誰もいなくて70になった時俺だけだみたいなことを言ってて、確かにイラストレーターで70まで残ってるっていないですもんね。
どんどん減っていくんですよ。業界で生き残れなくなってる、うん、ずっと。いや、みんなね、僕思うに多分ね、企業なんですよ、いろいろ。他のこともいろいろこう企業にできるんじゃないの、ある程度。だからそのイラストじゃなくても、まあいいや、じゃあこっちの方がちょっと面白いからこっちにしようかな、みたいな転職が効くんじゃないですか。僕はほら、不器用だから、逆にそれしかできないじゃないですか。だからそこで食っていくしかないわけですよ。先生のこと不器用だと思ったことはないけどね。そうですかね。でも、そうやって先生と知り合えたのは、僕が一方的に知り合ったのは、だから僕、絵の学生をしてる時なんですよ。ああね、それはだいぶ後から聞きましたけどね。うん、いやでもなんかどっかで見ましたよ。なんか俺のにちょっと似た臭いけどな、みたいな。似た臭いけど、似た臭いじゃねえか。これな、もうちょっと真似すんだったらうまく真似してくれよ。ゲームって僕らの中で当時、だいぶ下にいたから、ゲーム業界が松下進に絵を描いてくれ頼めるなんて思ってなかった。その当時。どうしてそんな敷居が高くなっちゃったわけ？先生が偉そうにしてたからじゃない、こうやって。なんだ。言ってくれればよかったのにね。戻ってこらって、手こらってる。そうそう。そんな先生にね、カプコンで売った、カタン。カタンね。カタンのイラストをお願いした。皆さん、ご存じないと思うんですけど、カタンっていうボードゲームがありまして、そちらの絵を実は全部先生が描いてるんですよね。そうですね。ちょっとあそこね、普段のテイストとちょっと変えてるんで、はい、松下進って気づいてない人がいると思うんですよ。うん、かもしれないですね。うん。だけど、実はあれ、松下進作品。はい。一つですよね。ああいう、こう、箱物って、なんか、いいですよね。わかる。なんかほら、プラモデルでも何でもそうだけど、箱物。完結してるしね、完全に。そう。それで、こう、ちょっとこう、積み上げとくみたいな。うん、うん。あるじゃないですか、その存在感っていうかね。うん、好きでしたね。下手くそな絵で描いてる箱と、いい絵で描いてる箱は、ゲームが面白いのはもちろん大事なんだけど、そこの、ちゃんとした絵で描いてるっていうのがやっぱり僕らの中では上でしたね。海外行った時でもね、そういうゲーム屋さんってあるじゃないですか、うんうんうん、すごいいい構えのね、ありますあります。そういうところ行ってこう箱積みされてるやつでこうちょっと見てこう、あ、すごい絵だな、面白そうだなと思ってね。そうなんですよ。本当ジャケ買いじゃないけど、ね、そうです、ジャケ買いですよね。買って帰ってこれすごいんだろうなって中開けてみたらなんかうーんっていうのがね、あります、結構ありますよね。もちろんやっぱり見て選んでますよね。ここまで金かけて、ここまで時間かけてる外見なんだから中もいいんだろうってやっぱ思いますよね。うん、まあそうですよね、うん。そういう意味でやっぱゲームのパッケージとか書いたのは大正解だったんじゃないか、はい、よかったんじゃないですかね。大切だと思いますよ、はい、それは。いや、先生の絵には本当に助けられました。まあ、結果的に何回もコラボしましたもんね、先生とは。そうですね。ね、その後も、はい、もう世界的にね、ヒットしたゲームを一緒にやらせていただいて。ありがとうございます、本当に。海外の方がなんか売れたとかね、うん、そういうのありましたよね。そういえば、先生の持ってたイラストにモンスターストライクってありましたね。ありましたね。ありますよ。ありましたよね、ええ。モンスターストライクって、はい。モンストと違うモンスターストライク持ってましたね。うん、違う。あれはモンスターハンターでしょ。じゃなくて。ああ、そうそう、モンスターハンターか。モンハンでしょ。モンハンか。って、後に言われるようになったんですね。うんうん、あ、そうそうか、モンスターストライクじゃモンスターハンターだ、はい。モンスターハンター持ってましたよね。持ってました。ね、そう、僕のはちょっと探偵ものでね。現代の。それが、いっぱい、こう、いろんなモンスターが出てくるやつを、こう、ハントするという設定で。で、もうすでにもう絵が1枚仕上がってましたよね。はい、作ってました。2枚ぐらい描いてますね、うん、同じテーマで。で、その後、モンスターストライクの、コラボの絵をお願いしたんですよね。はい。描かせていただきました。ありがとうございます。そんな先生が、この50年近くで、はい。何枚描いた？ん？何枚描いた？今までですか？そう、それ数えられないですよ。1日1枚描いてたとしてって考えて、まあ、365 50年近くやってるわけでしょ、まあ、年間300枚として300枚として、うん、10年で3000枚1万5000枚ぐらいいってるでしょうね。ざっと見てね。だからスケッチみたいなのなんか入れたらすごい数ですよ。 そうですよね。その先生の描いたスケッチ帳みたいなのがあったら多分値がつくね。ありますよ、いっぱい。やっぱそうですか。うん、本茶になる前のラフでこう徐々にこう精度上げていくやつあるじゃないですか。これはちょっとまずいなっていうのは全部シレッドかけてますけどね。1万枚も書いてるのか、すんげえ話になりましたね。書いてますね。だから自分でもちょっと、あ、そうか、これも書いてあるな、確かにって思うのもありますよ。だからもう記憶の彼方にちょっと遠のこうとしてるやつらも随分いますから。じゃあその先生がイラストレーターを志したきっかけってなんですか？きっかけっていうのはね、うん、特にはあまり面白く話できないと思うんですけど、なんかね、うん、小さい時から描いてたんですよ、絵は。うん、ずっと好きでね、うん。
で、まあ、やっぱり日本でいうと影響されたのは山川宗司さんの少年ケニア、うん、はい、うちの父親がそういうの好きで、はいはいはい、あの絵本というかね、絵物語っていうんですか、こんなのね、全部こんな四角い本でね、わーってうちにあったんですね。でそれを見て、あの恐竜なんかが出てくるじゃないですか、ジャンルの中で。ああいうのが好きでね。あと手塚治虫先生ね、うん、いやーこれは否定できない、ね、鉄腕アトム、うん、否定できない、手塚先生のやっぱり協力でしたよね、うん、あの当時ね。あとやっぱり石森章太郎先生とか、うん、石森章太郎とか、ね、石森章太郎、ね、そう当時ね、当時はね、うんうんうん、あれ天才だったですよね。やっぱり僕は漫画やっぱりそういうものが影響が強かったのかな。あとまあ向こうのものではやっぱりスーパーマンだとか、ああいう DC 系のコミックスとか、あと後にマーベルとかいろいろ出てきますけど。今でも好きよね。うん。あのフィギュアとか好きですよね。フィギュアとか好きよね。好きなんですよね。ダメだね。ダメじゃない。場所取るようなものもね、買うんですよ。ちょっとだからね、こんなのとか好きじゃないの。このぐらいあるやつとか、このぐらいのとかね、なんか量感があるものが好きだ。なんでだろうね。いや、わかりますよ。ものすごい高いですあれ。どうしようと思うんだよねいつも。なんだこの値段と思いますね。僕お金持ちになったんですけど、ためらいますもん。まだね。ためらう。でもそれすごくわかる。一体いくらなのって言って、すごいやつだとね、50万ぐらいするんですよ。はい、鈴でできてたりとかするね、今マレーシアだと。ある。で50万なんですって言うわけですよ。おーんっつって、もう絶対いらねえよと思っちゃうけど。うん、で、ね、店から出ようと思ってた思うのは、50万じゃあお前やるから作ってくれって言われて、いや絶対作らねえよと思う。うん、待てよ、じゃあ安いかっつって。もう一回見せる。そうやってね、うん、考えるとね。そうそう。わかる。たった50万じゃ作れねえな、俺、と思って。うん、今の、いや、ほんと高いんですよ。でも、昔のに比べて格段に、あの、精度がいい。でもね、うん、でもですよ、さっきもちょっと話したけど、古いやつは古いやつの良さがあるでしょ。おもちゃっぽさっていうかね。あ、そうです。そこが何とも言えず、いいとこなのね。今もう絶対買えないんですもん、あれも。うん、だからもう、それがわかってるから、コレクターたちは、あれに何十万、何百万って出すわけですよ。そうですね。その時代その時代のいいものを、うん、あの受け入れるだけの、うん、あの感性を磨き続けることも必要だと思ってる。それはそうだよね、確かに。で今の流行ってるものを否定すると、僕の商売だと、うん、今のユーザーに対してこうやっぱゲーム売れなくなるじゃないですか、うん、なので今の子らが流行ってるものを理解しなきゃいけないと思うんですよ、うん、例えばですよ、鬼滅の刃っていう、あーねー、すごいんだよね、すごい人気、すごい人気ですよ、うん、いいですか先生、見てないでしょ。見てないです。見てないでしょ、はい。見ようと思ってますよ。うん。僕見ました。面白くなかったですからね。やばい。だ全然面白くない。だもうね、面白くなるまで見る。あれ、みんなハマったって。アニメ見てハマったって言うんですよ。僕、はっきり言いますよ。シナリオの先読み全部できた。うん、次こうなる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 って。全部その通りしかならないですよ。それが楽しいかったら楽しくないでしょ、もうだって、うん。物語が全部先読みされて。でも、僕読むんですよ。読んで、何一回見た映画もう一回見なきゃいけないみたいなもんだもんね。そうです。割と。で、絵だって別に、あの、まあ、僕からすると、うん、その劇的にうまい絵には見えない、うん。で、体で感じられないんだって頭で理解するしかない。こう、こう、こうだからですよって解析して面白い。だから面白いんですよっていうのは最終手段なので、うん、いやー面白いわって言えるところに持っていきたい。で、みんなに聞いたんですよ。社員みんなに。あれ面白い、うん、あれ面白いって聞いたんですよ。みんな、面白いっす。面白いって言うんだ。すごいですって言うんですよ。はあ、おっさんの感性だと全然ハマらない。ダメ、じゃあ僕が読んでもやっぱそうなのかな。そんなんで、その、自分の感性が、うん、その、なんですかね、アンテナが弱ってきてるっていうのは理解してて、うん、まあ、先生だと同じこと感じてるはずで。いや、もう感じてますよ。うん、で、そこを、その、修正するのに、みんなが思ってるより皆さんですよ。皆さんが思ってるよりもずっと時間かかるんですよ。うん、でもそれを諦めてないですからね、僕らは。だから、見る。だから繰り返す、うん。だから読む。どこがそれで面白かったかってことを理解しなきゃいけないってことだよね。そう、体が感じるまで見るようにしてる。うん、なるほどね。それは大切なんでしょうね、やっぱね。いや、この辛いけどね。この年になったらきついわ。そうだね。なんか、年いったら、新しい漫画家のタッチについていけなくないですか古い漫画家の。僕が言わなきゃいけない。いや、俺たちが。昔の漫画家の方、漫画の方が読みやすくないですか。あのね、これアニメの方とかも全部に言えることだと思うんですけど、うん、個性的じゃないんですよね。あ、今の人たちのが、はい、キャラクターデザインにしてもなんかみんなこう、うん、まあそういう言い方するとあれだけど、うん、ちょっとね同じように見えちゃうね。見える、うん、僕も見えます。だから、うん、なんでそうなんのかなと思って。デザインは立ってないかもしれないけど、うん、シナリオは立ってますよね、うん、シナリオは立ってる気がして、僕らの体が反応しなくなった、パーンとこれやんって言えなくなってきたっていうことに老いを感じてます。
僕は割とね、もうね、自然にしてますよ、そういうところはね。自分の仕事においてね。うんうんうん、だからもう表現方法ってほら、さっきもちょっとそういう話になったけど、はい、大して変わってないわけですよ。ずっと小さい時から変えてたようなものとね、うん、自分が好きなものってのは、うんうん。なるほど、なるほど。だからもうそこは無理しないで、やっぱり、まあ僕なりに書けるものをね、あの、まだその、うん、なんていうかな、こうオファーがあるうちはね、うん、それを、まあ、やっていけばいいのかな、ぐらいに思ってますけどね。先生って、その、稼ぎまくってた、まあ、ずっとこう、第一線にいられるわけですから、稼ぎまくってた時の年収って、どれぐらいあったんですか？ピー入れます、ピー入れます。あの、例えばですよ、5億円ピーとか。そこまではいかない。ぐらいは行ってたかもしれない。行ってたでしょうね。だって行ってますね。あの、聞いたことないよ、イラストレーターでそんな年収。だって原宿にビル、自社ビル建てたじゃないですか。あの、遊びに行かせていただきました。もう本当に手放しました。いやいやいや、本当にすみません。はい、そうなんです。紙に鉛筆で線引いて原宿にビル持ってるっつったらね。ね。音にだけするとこういう。すごいじゃないですか。すごい話ですよね。それさ、だけど人が寝てる時でもさ、寝ないで絵描いたりしてたわけだから。知ってる。ね。うん、そうでしょ、自分でもそうだけど。そう。やっぱりね、それなりにこう、それは苦労と思わないんだけど、本人的にはね。苦労と思わないけど、やっぱりね、努力はしてるんですよ。だからやっぱりね、それはあの、なんていうか、この結果だけ見てね、こうだったからこうでしょっていうふうにはね、決めつけてほしくないですよね。とりあえずほら、この辺にある目標だからさ、もうここ向かって走んなきゃいけないわけだから、うん、ここら辺にあるものってのは片付けたいじゃないですか、すぐ。そうですね。間のものはね、全部。だから頑張れたんですよね。うん、物理的に上がらないなと思って、うん、あの速度であの絵を描けない。言われましたもん。ギネスブックに出した方がいいんじゃないか。うん、これ真面目な話ですよ。うん、でも、それがいいです。そうっすか、うん。じゃあ俺が描いたってことにさせていただいて。お父さんがあの電気屋やったんですよね。そうです。ね、松下電器ね、恐ろしいですよね。松下幸之助。ちゃうやつ。でも、東園ですよ。あ、そうなんですか、うん、あの、ファミリーツリーってあるじゃないですか、家系図っていうの。うんうんうん、あれで調べたら、うん、松下姓っていうのはやっぱ大阪なんですね。もともと。うんうん、で、こう見てったら、幸之助さんっていうのはすごい東園なんですよ。うん、ちなみに、あの、話したと思いますけど、今の若い子たちに、その、イラストレーターとかキャラデザイナーを目指すなら、お前これやれよみたいな、こう、なんすかね、アドバイス、まあ、さっきの話じゃないですけどね、やっぱりそのいろいろ気になるもの、流行ってるものはまずやっぱり読んだり見たり、うん、映画でも何でもそうですよ、ゲームでも、映画大事、映画大事だよね、映画大事、もうとにかくね、それはね、本当にね、絶対映画館に足を運んでみなきゃダメ、できるだけね、そう、それは一番大切。家のテレビじゃダメね。ああ、もう家の中にいてね、引きこもってなんかやったりするのはもうダメ。やっぱ自分の感性を磨く。そうですね。だからあの、まあ、好奇心は常に旺盛であれっていうね、ところでしょうね、うんうん。それがなくなると、やっぱりその、本当に、それこそさっきから年の話してますけど、はい、どんどん年取りますから。早いよね。早い。いや、本当、時間はね、あっという間です。あっという間ですよね。うん、え、自分の人生がもう60なのと思うと、本当びっくりですよ。あの気持ちだけ言いますよ。ちょっとこの間まで新人だったんですよ。僕も同じですよ。若手のつもりだった。うん。未だにだからなんか自分がちょっとほらね、いろんなその若手のイラストレーターの人たちと会ったりなんかする気あると、不思議だもん。あれこの中でもしかして俺が一番年上なのって思っちゃうとね。そんな気持ちありますよまだ。僕らレジェンドとか言われるんですか、ゲーム業界の。いやでしょう。レジェンド好き言われるの。レジェンドってなんかあんまり好きじゃないな言われ方。ねえ。ねえ、もうほぼほぼいない。終わってるだろうぐらいのイメージでしょ。 ね、なんか嫌ですよね。まだオールディーズの方がいいですよね。どっちかな。どっちですかね。まあでも、あの、長く やれてることに対してはやっぱ感謝してます。うん、そうだ、そうです、ね。やってることでやれてるんですよね。やらせていただいてることやらせていただいてることはもう本当に、はい、感謝してます。はい。もう感謝しかないですね。うん、いろんなものに感謝してます。うん、一つね、はい、質問しなきゃいけないことです、先生。何ですか？もし先生が、この時代に、若手だったら、難しい。で、イラストレーターを目指して、将来トップ立つぞと、決めてるんだったら、どうするかというと、その先生にアドバイスしてあげてください。自信。あ、僕に。うん、あ
そうね、僕はね、僕に言いたいのは、うん、もうその平面的なことからは抜け出さなきゃダメ、うん、で、できればもう映像に移行した方がいい。お、なるほど、うん、動くもの、はい、もうやっぱり 3D の CG のアニメーションで全部キャラクターデザインを自分でやって、うん、で何か面白いストーリーを考えて、うん、もうアニメーション作った方がいい。あ、ショートムービーみたいなもんでも、でもね、最初はね、うんうんうん、だからそっちの方でやり、例えばウサビッチみたいな感じ、そうですね、やった方がいいですね。あ、絶対そっちだね。うん、なるほど。相当いけますよこれ、今果たしだったら。今の知識あるままでいこうと思ってるだろ今の知識は捨てろよ、ね、今の知識は出す。それが持っていけたら、ね、これが持っていけたらもう本当俺も神様ですよ。すごいよね、うん、先生の人生いい人生ですよ。ああ、それはそう思います、ね、誰かが望んで、うん、ね、誰か望んでる人がいるとするじゃないですか、今20歳のやつが。いや、ほぼなれないですからそうです、ね、この70年間を、まあまあ、あの20歳からにしてね、この50年間はプロとしてのね、それは歩めないから ね、 うん、そうですね、ほぼないですもんね、まあ、しかも今はね、その美人の奥さんをもらい、で、あの趣味のギターでセミプロみたいなことし、やりね、ね、うん、そりゃ幸せだと思いますよ、あなたは、うん、だからそういう意味では夢は相当叶ってる方ですからね、うん、幸せな人生だろうなと思って、うん、ですけど、まあ、なんせすごい人生ですもん。本当ですね、うんうん、まあ、感謝ですよ、本当感謝。誰に感謝したら今、うん、だから、まあ、親に、まあ、社会に、いろいろだって、やっぱりほらそれでその間迷惑かけてる方もいろいろいらっしゃるわけだから。あ、なるほど、まあ、とにかくね、本当すいません、いろいろごめんなさい、いろんな方に向かって先生が謝ってますんで、それを言うと僕もいろんな人に迷惑、僕もすいません謝罪の放送かこれはあのいろいろあったけど、当の本人たちはね、楽しんでますからそうだ、それ言わなきゃでも反省してますね。いやいや、楽しんでるじゃないですか、これ、うん、でもそういう楽しむ人生をサポートしてくれた人たちがいたってことですよ ね、 そうですね、ありがたい話です。はい、まあ、そんな、感じで今日はですね、あの世界一の、ポップキャラクターデザイナー、ポップアーティスト、世界一のポップアーティスト松下進さんをゲストに迎えましてですね、ちょっとお話しさせていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそんなわけで、次回ですね、はい、またあのお呼びしますんで、第2回、そうですか、第2回、またその時はまた別のバカ話をさせて、別の話でね、はい、これがないようにね、これもないし、これもなしで行こうと思ってます。あ危ないんで、はい、はい、じゃあ今日はここまでになります。どうもありがとうございました。バイバイ。